モーガンの襲撃、モーガンの襲撃、モーガンの襲撃は、アメリカ南北戦争の中盤に、南軍の騎兵隊が北部のインディアナ州やオハイオ州まで侵入して、大きな注目を集めた事件である。この襲撃は1863年6月11日から7月26日に起こり、南軍の指揮官、ジョンハント・モーガン准将の名前を付けられている。 モーガンの騎兵隊は46日間に0 0 0マイル以上も馬で駆け回り、テネシー州から北のオハイオ州までの地域を動いた。この襲撃は西部戦線のビックスバーグ方面作戦や東部戦線のゲティスバーグ方面作戦と時を同じくしていたが、どちらの作戦とも直接の影響はなかった。しかし、北軍の何万名もの兵士を通常任務から離れて追跡させ、 北部のいくつかの州民を怖がらせる効果があった。モーガンは南部に戻ろうとした時に、慌ただしく配置された北軍や、州兵のために何度か挫折し、最終的には、オハイオ州北東部で残っていた部隊と共に、降伏した。南部人の多くにとっては、敵の前線背後に侵入した。この大胆な遠征は1863年の大襲撃として知られるようになり、当初は、 新聞で喝采を浴びた。しかし、ゲティスバーグやビックスバーグと共にこの年の夏の南軍にとって一連の敗北に追加されたものでもある。北部の新聞では、襲撃者が地方の店や家から個人的なものを購入する、修正があったとに敬意を表して、モーガンの遠征をキャラコ襲撃と快略的に名付けたものもあった。 モーガン将軍とエディ抜きの2460名の南軍騎兵は、警報兵1個大隊と共に、1863年6月11日に、テネシー州スパータを出発した。これは、テネシー州内の南軍から、北軍のオハイオ軍の注意をそらすことが図された。その地域の南軍指揮官、ブラックストンブラック将軍は、モーガンの騎兵隊が、ケンタッキー州に入ることで、 陽動行動させるつもりだった。しかし、モーガンは、主官の何人かに、以前から、インディアナ州やオハイオ州に侵入して北部に、戦争の恐怖をもたらす考えでいることを打ち明けていた。ブラックはモーガンに、テネシーやケンタッキーを自由に切り、回す、裁量権を与えたが、いかなる場合も、オハイオ側を越えてはならないという条件をつけていた。6月23日、北軍のカンバーランド軍が、 ブラック将軍のテネシー軍に対する作戦を開始し、これがタラホーマ方面作戦と呼ばれるようになり、モーガンはそれが北のケンタッキー州に進む時だと決断。7月2日、モーガンは北軍の通信線を遮断することを期待してケンタッキー州に入り、そこでは賞賛の気持ちを表す市民が公然と、その騎兵を迎えた。バークスビルで雨で増水したカンバーランド川を越え、 モーガン師団はグリーン側まで進み、7月4日のテブスベンドの戦いで北軍の1個連隊、第25ミシガン不評連隊に遮られた。モーガンは間もなくレバノンの戦いで、そこの守備隊を吸収し占領した。町の鉄道補給所で第20ケンタッキー連隊の400名の兵士を巡ったが防御が十分になされた建物は、かなりの防御力があった。 激しい6時間の戦闘の中で、北軍は、モーガンの一番下の弟、トーマスを最後の突撃の時に殺した。最終的にモーガンは北軍を捕捉し釈放した。弟を失った悲しみにあったモーガンは、スプリングフィールド、バーズタウン及びガーネッツビルを通過し北のレイビルへの、進軍を続けた。その途中、北軍やケンタッキー州兵隊といくつかの小戦闘を、 繰り返したしかしたたかかルルイイビル氏のすぐ南で部隊をを北西にに進路を変えさせオハイオ側に向かったスプリングフィールドでルイビルの北と東に文献体を送り、モーガン隊が実際にどこに向かっているか北軍を混乱させようとした。この文献体はウェルブマイル島でオハイオ川を渡ったが、モーガン隊と合流する前にインディアナ州ニューペキンで捕まった。 モーガンは北軍にその目的を悟らせないために、他の手段として、部隊の電信士ライトニングエルスワースに、北軍の電信士になりすまさせて、電報を打たせ、襲撃隊の向かう方向について異なるいくつかの伝言を送り、さらに、モーガン隊の勢力についても嘘の報告をさせ、時には7000名とまで報告させた。エルスワースは、この襲撃の間を通じて、これを繰り返し、特に、 インディアナ州で多かった。モーガンは、スパイのトマス・ハインズと25名の兵士を、北軍の偵察隊になりすまさせて6月に、インディアナ州内に、秘密の任務で送り込み、地元のコッパーヘッド、北部の急戦論者がモーガンが行うとしている、襲撃を支援してくれるかを探らせた。ハインズは、コッパーヘッドの指導者ウィリアム・エイ・ボールズ博士を、訪問した後、 望むような支援はないものと判断した。ハインズとその石膏たちは、間もなく、南軍兵であると暴かれ、レブンワース近くで小競り合いを行った時に、ハインズは、他の者のを捨てて、重火の下をオハイオ川を泳いで渡り逃げた。ハインズは一週間、ケンタッキー州内をうろついて、モーガンの居場所に関する情報を集めた。モーガン隊はこの時まで二千八百名に減っており、七月八日に、 オハイオカワギしの小さな町、ブランデンバーグに到着し、そこでハインズが合流した。ここで襲撃隊は2隻の蒸気船ジョンビー・マコームとアリス・ディーンを捕獲した。モーガンはブラックの厳密な命令に逆らい、川を渡ってインディアナ州に入り、モークポートのすぐ東に上陸した。インディアナ州兵の小さな部隊が大砲でとかを阻止しようとしたが、 川船にも6ポンド砲があった。モーガンは地元の守備隊を追い払い、その少なからの兵士と大砲を捕獲した。アリス・ディーン・オヤキ、ジョン・ビー・マコームには、モーガン隊を追跡しないよう指示して下流に送り出し、川から離れて進軍した。インディアナ州知事オリバー・ピー・モートンは、大慌てで、インディアナの防衛軍を組織するために動き、身体的に健全な男は武器を取って、 民兵組織を作るよう呼びかけた。数千の者が応じ、自分たちで中隊や連隊を組織した。ルイス・ジョーダン大佐は、ハリソン軍の450名による、周兵第6連隊インディアナリージョンを指揮したが、ほとんど訓練の行き届かない市民が、寄せ集めの武器を持って集まったような形だった。その目的は、北軍の遠兵が到着するまで、猛ン隊の進行を遅らせることだった。 オハイオ軍指揮官、アンブローズ・バーンサイドは、オハイオ州シンシナティに本部を置いており、迅速に北軍と民兵隊を組織して、モーガン隊が南部に戻る経路を遮断させた。モーガン隊は、モークポート道路を北に向かい、もう一人の兄弟であるリチャード・モーガンに先遣隊を指揮させていた。7月9日、インディアナ州ハリソン軍の軍庁所在地コリドンの一イル南で、モーガンの前衛隊が、 旧五次への丸太のバリケードの背後に戦列を敷いたジョーダンの小さな部隊に遭遇した。ジョーダン大佐の部隊が攻撃し、1時間足らずの短いが決死の戦いの中で、ジョーダン隊は同時に両翼をつかれ、不運な民兵隊は回送した。このコリドンの戦いでの損失については、記録により数字が異なるが、最も信頼性の高いものでは、ジョーダン隊の4名が、 戦死、十内死二十名が、負傷、三百五十五名が、捕虜になった。モーガン隊は、戦死十一名、負傷四十名を数えた。北軍の戦死者の中には、有料道路の料金所近くで死んだ文民の料金、徴収係も入っていた。襲撃隊はこの戦場から四マイル離れた、ルーテル教会の牧師をその農園で殺し、その退屈かの農園から馬を盗んだ。 モーガン将軍はその部隊をコリドンに入れ、指揮をくじかれた捕虜を釈放し、町にはその身受け金を現金と物資で要求した。モーガン隊は続いて、東に動き、7月10日に、ビエンナに到着し、鉄道橋や補給所を燃やし、電信線を使った。レキシントンで夜を過ごした後、北東に向かって、途中で、デュポン、ニューペキン、セーラム及び、 ベルサイユなど小さな町々を脅かした。ベルサイユでは、一軍の略奪者が、土地の領主宅に侵入し、銀貨宝石を略奪した。モーガン自身は領主であり、宝石を変えさせ、地部隊の窃盗を行った者たちを罰した。7月11日、ニュー北京近くでブルー川を越えるときに、ウィリアム J ・デイビス大意とその兵士たちが第73、インディアナ不評連隊と、 第5アメリカ正規兵連隊の文献隊に捕獲された。デイビス他数人はニューオールバニに連行され、軍兵務所に入れられた。モーガン隊は翌日セーラムに入り、即座に町を占領して、店や通りに保証を置いた。その騎兵たちは大きなレンガ作りの補給所や、線路上の列車すべてさらに町の両側の鉄道橋を焼いた。モーガン隊は、 地域の製粉所から税金を要求した。店舗を略奪し、約500ドルを取って、午後には町を離れた。モーガン隊はハリソンでインディアナ州を離れたが、この時、北軍機兵隊に距離を置かず追跡されていた。南軍は7月13日にオハイオ州に入り、橋、鉄道及び政府の貯蔵所を破壊した。モーガンの襲撃は、 オハイオ州の南部や中部に恐怖を広げ、突飛な噂がその目的地について流れた。北部の指導的新聞、ハーパーズ・ウィークリーは次のように報じた。モーガンは、新シシティを守るバーンサイド軍を避けて、オハイオ州の南端に向かうことにし、そこには、ケンタッキー州に渡ることのできるバッフィントン島の浅瀬があった。バーンサイドは、モーガンの意図を正しく推測した。 エドワード・イチ・ホブソンとヘンリー・ M ・ジュダの指揮する北軍、及び川の砲艦がとかを遮るために迅速に集結した。バーンサイドもマリエッタから民兵一個連隊を派遣し、北軍が到着するまで浅瀬を守らせた。モーガン隊は7月18日の夕刻に到着したが、暗闇が深まる中で民兵隊を攻撃しないことにした。これが後に誤りだったことが分かった。 朝になるまでに、騎兵隊と砲艦が到着し、モーガン隊の脱出路を塞いだ。その後に起こった、バッフィントン島の戦いで北軍が決定的な勝利を奪い、モーガンの弟、リチャードや著名な騎兵バジルで行く大佐を含み、モーガン隊の750名を捕獲した。モーガンと残った騎兵たちは、北軍の砲艦によって危険にさらされ、オハイオ州内で北東に向かった。20マイル上流で、 ウェストバージニア州、ベルビルの対岸サイドとかを試みたが失敗し、砲艦や北軍の騎兵が再び襲撃隊を駆逐する中で、モーガン隊の何人かは渦巻く川で溺れた。アダムストーブパイプジョンソン大佐と三百名以上の襲撃隊は無事にウェストバージニア州に逃れ出たが、モーガン将軍はそのか細くなった部隊と共に、オハイオ州側に止まる道を選んだ。 ガリア軍のコールヒルとホッキングポートで小戦闘を行い、さらにその部隊は小さくなった。モーガンと残る400名の部隊は川から離れ、オハイオ州南部の内陸に入り、ホッキング運河の小さな町ネルソンビリュで止まった。兵士たちは追跡を遅らせるために運河の木造船を燃やし、大井のある橋を炎上させた。しかし、モーガン隊が去るとすぐに市民たちが駆けつけて、 橋の全焼を食い止めた。2時間後北軍機兵隊が到着し、町の人々が食事を用意してくれていたので喜んだ。7月22日、モーガン隊は、トリアデルフィア近くのウィーバーの敷地で昇級止し、人質にとった若いジョン・ウィーバーに案内されて、アイランドランを降り、ゼーンズビルのすぐ南イーグルスポートで広いマスキンガム、川を渡り、その後北に転じて、 ガーアンジー軍に入った。モーガンはこの時もどこかでオハイオ川を渡り、ウェストバージニア州を抜けて、安全地帯に入ることを期待していた。オールドワシントンの村では、モーガン隊の疲れ切った兵士が、村の通りで小戦闘を行い、ジェームズ・エム・シャッケル・フォード巡将の北軍機兵隊に追われて慌ただしく出発した。7月26日、北軍は、セイリーンビルの戦いで、 モーガン隊を破り、ついにその日の午後コロンビアナ軍ェストとポインで捕まえた。北軍は、捕虜になった北軍の士官が受けたと報告されていた、大軍と同様に、モーガンとその士官たちをコロンバスのオハイオ州刑務所に送り、戦争捕虜のキャンプには送らなかった。兵士たちの多くは、シカゴのキャンプダグラス軍刑務所に落ち着いた。11月27日、 モーガン将軍と六人の士官たちは、官房の下にある通気口からトンネルを掘って、刑務所の庭に出て兵をよじ登り、大胆な脱走を成し遂げた。そのうち二人は再逮捕されたが、残りは間もなく南部に戻った。それから一年足らず、あと、モーガンはテネシー州で北軍の攻撃から脱出を図っている、時に停止を拒んで北軍騎兵に殺された。 モーガンとその部隊による大胆な襲撃の間に、北軍兵と周兵合わせて6000名を捕獲して、釈放し、34の橋を破壊し、60カ所以上の鉄道を遮断し、数万名の北軍兵の任務を妨害した。その地域一帯に恐怖を広げ、地域の店、家及び農園から数千ドルの価値がある物資、食料などを奪った。この襲撃の時期は、 ゲティスバーグ方面作戦やジョンディーン・ボーデンの騎兵隊によるピッツバーグに向けた襲撃と時を同じくしていたので当時の人々はモーガンの襲撃をハヨガ側の攻撃を脅かし北部に戦争を拡大するための協調行動の部だとみなした。北部の人でモーガンの虚構が命令違反でありロバート・イリーによるペンシルベニア州での同時期の動きに 何の関係もないと認識した者はほとんどいなかった。オハイオ州だけで約2500頭の馬が盗まれ4375件の家や事業所が襲撃された。モーガンの襲撃はオハイオ州の納税者に60万ドル近い損害を与え、地元の民兵隊587中隊に召集されたオハイオ人9357人に支払われた。 給料は20万ドル以上に上った。猛ン隊にとって、この長い襲撃はその最終的敗北と高い、損失にもかかわらず多くの成果を上げた。バジルデューク大佐は後に、襲撃の目的は成し遂げられた。ブラック将軍の撤退は、敵の側面攻撃に悩まされなかったし、これらすべての事実を眺めた、軍事関係者は、この遠征が、 東テネシーの陥落を数週間遅らせ、そうでなければ、近間うがの戦いでローズクラズの援軍として参加したであろう、部隊のタイムリーな到着を妨げたと思うと記した。ケンタッキー州とインディアナ州は、ジョンハント・モーガン史跡の道を識別し、観光客が州内でモーガンの襲撃経路をたどれるようにしており、ウェブサイトや文書の観光ガイドも用意している。 オハイオ州の同様な道を指定する計画は、まだ実っていないが、襲撃隊の具体的行動やその訪れた街を記念する100個以上の史跡表示を立ててきた。2001年11月、オハイオ州は、オハイオ州立刑務所の跡地に、モーガンの習慣と大胆な脱走を記念して、ジョンハントモーガン史跡表示を置いた。1910年には、モーガン将軍の騎馬像が、 ケンタッキー州歴トン中心街に建てられ、除幕された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。